共産党 C ・カズ昭和天皇は戦犯。共同通信によりますと、日本共産党の C ・カズ代表が昭和天皇に対し、戦争犯罪の最高責任者だと発言をしていたことが明らかになりました。この共産党なんですが、天皇陛下がご出席なさる国会の開会式を 約70年間も出席せずボイコットした。ボイコットしていた筋金入りの反日政党であります。それが最近の韓国政府による挑発行為によって改めて。あぶり出されてきているんですけども。皆様こういった？国民の象徴である日本の象徴である天皇陛下をですね。侮辱する。 日本共産党には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。